今回のカレンダー発売ということですけども、はい、どんな内容になっていますか？今回は今まで2回カレンダーを出させていただいてるんですけど、ちょっとまあ25歳になったのでちょっと大人っぽいカットも入れようっていうことで、表紙のこのちょっとここら辺がちょっと開いてたり、ちょっと大人っぽいイメージのカットだったりとか、あとは私の好きなものを入れようっていう風になって、猫ちゃんと一緒に撮影をしたカットとかも入っていて、ちょっと背伸びした部分と自分らしさをこう詰め込んだカレンダーになったと思います。ご自身の猫ちゃんはちょっと自分の猫は連れてこれなかったので、モデル猫ちゃんなんですけど、でもやっぱり猫ちゃん大好きなので、一番こう自然体な表情になったと思います、そのカット。はい、猫と一緒にいるのとゲームとどっちが自分の笑顔というか何ですかね、まあ自分らしいっていうのは猫ちゃんと一緒にいる時かもしれないんですけど、一番素が出るのはゲームだと思います。はい、そうなんですね。今回のこの撮影場所っていうのはどちらでございますか？あ、これは都内のスタジオだったんですけど、そうですね、なかなかこういうご時世なので、本当は海外とかなんか地方とかに行きたかったんですけど、まあ、都内でうまく撮っていただきました。なるほど、はい、お気に入りの写真はどの写真になります？さっきも紹介したんですけど、浴衣の写真は初めてカレンダーで浴衣を着たんですけど、なかなかプライベートで浴衣を着ることがもうここ数年なくて、で、まあ、ちょっと夏らしい写真が撮りたいっていうのと、まあ、自分が着たかったので、はい、浴衣の写真を選びました。はい、こういう色合いとかっていうのもご自身で選ばれたんですか？あ、これもどうだったっけ、2つ候補があって、で、もう一つはもう少し色味のあるちょっと爽やかで、まあ、ちょっと明るい印象だったんですけど、さっきも言ったようにちょっと大人っぽいのを目指したいなってことで、ちょっと紺色の帯だけちょっと赤でアクセントのあるような大人っぽい浴衣を選びました。すごく気に入ってます。はい、今回のカレンダーを通して出来栄えはどんな感じですか？いや、もう一番です今までの中で。はい、この撮影に臨むにあたって何かこうやられたことがありますか？ああ、いや、ないですね。はい、よくダイエットするとか。ああ、いや、いつも通り臨みました。はい、そうなんですね。撮影カメラマンの方と話して、うん、難しかったところとかっていうのは？ああ、猫ちゃんとの撮影が、そうですね、やっぱり猫ちゃん気まぐれなのでなかなかカメラを向いてくれなかったりとかそうですね、そのどこかに行っちゃったりとかあったので、猫ちゃんと息を合わせるのがちょっと大変でしたね。はい、でもちょっとなんかすごく恥ずかしいんですけど、自分猫耳とかつけちゃったりしてちょっと申し訳ないんですけど、でもなんかうまく、これとかもすごくいい写真だなと思って、はい、これとか、あれなんか捨て猫と言いますか？そうですね、猫らしい猫っていうか、このなんていうか、こう主張をちゃんとこうなんかすっごい嫌そうな顔してるのがまた可愛いなっていう。はい、ね、この猫耳は島さんのアイデアですか？あ、これはまあ相談してやっぱなんかコスプレしないようにいろいろ事務所の方とかと試行錯誤して選びました。なのでまあコスプレっていうよりはちょっと部屋着っぽい感じの服にちょっとこう猫耳のアクセサリーをつけて、はい、撮りました。ちょっとノリノリなんですけど恥ずかしかったです。はい、結構毎日夜中起きとかじゃないですか。はい、美容の秘訣みたいなのっていうのはどういったことされてます？そうですね、お肌とかはやっぱり睡眠時間すごく短い方なので、
すごく不安定になりやすいんですけど、最近はすごいナチュラルケアを意識してやってます。なんか昔はなんかいろいろクリームを使ったりとかいろんな、なんかパックをしたりとかやってたんですけど、そうじゃなくてすごくシンプルケアにするようになってだいぶ調子が良くなりました。はい、シンプルケアと言いますと、なんかそのなんだろう、本当に化粧水とオイルだけとか、なんかあんまりこうつけすぎずに自分の肌の治癒力を回復させるイメージでやるようになってからだいぶ良くなりました。はい、なんか食事で変えられたこととかありますか？食事は我慢せずに、我慢しないようになりました。なんか昔はもっとなんかこうジムに行ったりとか、なんかちょっと炭水化物を控えようみたいな思ってたんですけど、なんか逆にお腹が空くなったことに気づいて、なのでもう全然炭水化物も大好きだし、しっかり食べてあんまり間食をしないようにしてます。まあ、コロナ禍であまり出られてないと思うんですけども、週末とかの過ごし方とかってどんな、はい、あーゲームもある。そうですね。あ、そうですね、最近はちょうど今週はあのゲームの大会が昨日あったんですけど、あの、まあ、結果的にはちょっと負けちゃったんですが、その練習試合の配信とかもやってて、で練習試合が11時半とかに終わってから、あの飲み配信をしたりと か、 なんか外に出られない分こう配信してご飯の方とコミュニケーションを取ったり週末はしてました。はい、結構夜更かしも。そうですね、夜更かしもしましたね。はい、ちなみにもう12月ですけども、今年のクリスマスのご予定は？クリスマスは多分もう何もせず変わらず猫たちとお家でのんびりしようかなと思って、最近ブランチツリーを買いました。ブランチツリーってちょっと枝っぽい感じの、なんかちょっとインテリアっぽいツリーなんですけど、まあ、一人暮らしだしこうツリーを飾るのもちょっと寂しいなと思って、普通のこう緑のツリーじゃなくてちょっとなんかインテリアっぽいブランチツリーを買って、クリスマスはオーナメントつけてちょっと楽しもうかなって思ってます。はい、今年1年振り返ってどんな年でしたか？今年1年はもう自分のやりたいことしかしなかった1年でしたね。そのゲームに関してもそうですし、まあ、猫ちゃんに関してもそうですし、すごくやりたいことをやらせていただいて、その環境を作ってくださったので、周りの方が本当に充実した1年でしたし、あの新しいことにも結構挑戦して、あのまあちょいちょいあったんですけど MC のお仕事とかも結構この1年はすごくたくさんやらせていただいたりとか、あとはまあ演技のお仕事もちょいちょいやらせていただいて、あのすごく新しいことに挑戦するのがすごく楽しかったです。はい、演技と MC やってみてどうでしたか？そうです、 MC に関してはあ難しい部分の方がやっぱり多かったんですけど、人見知りだしでもなんか相手の方を知って、そこからその私今ダムチャンネルやってるんですけど、そのアーティストさんといろいろお話しさせていただくようになって、今までこう自分の一個のジャンルとか、まあ、あんまりこうたくさんのジャンル聞かなかったんですけど、それで新しい出会いがあったりとか、こういうのも好きなんだっていう気づきにもなって、はい、なんか幅が広がっているように思います。演技の方も？そうですね、演技の方ももう本当にあの緊張の方が演技大きくていつもガチガチになりながら臨んでたんですけど、でもあの自分じゃない自分になるっていうことがすごくあの楽しくて、あの、まあ、まだ公開されてないんですけど、すごく暴言を吐くようなあのドラマとかも撮って、なんかそういういつもと自分いつもの自分と違う自分になれることがストレス発散でもありました。暴言です。来ないのみたいな。ぶっ殺すとか。ちょっとまだ公開されてないので、あんま言えないかもしれないんですけど、はい。家でずっと練習してました。ぶっ殺すって。はい。猫ちゃんにはちょっと言えなかったんですけど、はい。一人で言ってました。
来年新たにチャレンジしたいことなんかありましたら。あ、そうですね、本当にでもやりたいことを結構やってるんですけど、そうですね、欲を言えばそのドラマとかも結構単発とか、まあ、1話だけとかが多かったので、その全編通してこう長く長いスパンで撮るようなドラマにも挑戦したいですし、そうですね、あとは何だろう、その暴言のやつもそうなんですけど、もっとなんかあの皆さんが思ってるようなイメージじゃない役とかでも挑戦したいなって思ってます。はい、なんか殺し屋みたいな、そんなハードなやつも。そうですね、はい。